ホスフォロサウルスは、モササウルス科に属する絶滅した、ウミトカゲ類の属である。エオナタトルやハリサウルス、プルリデンスと共に、ハリサウルス赤に分類される。後期白亜紀マーストリヒチアンの海に生息していた。かつては、ハリサウルスのシノニムとして扱われていたが、その後は有効な学名として判断されている。ベルギーで発見された。 ピー・オートリアビーと日本・北海道・向川町保別地域から発見されたピー・ポンポテリゴンスの計2種のみが知られている。前者はマーストリヒチアンの全体に分布していたが、後者はマーストリヒチアンの初期の層のみから発見されている。国立科学博物館で開催された恐竜博2019にてフォスフォロサウルス・ポンペテレガンス全長は約3メートルであり、 他の大半のモササウルス類と比較すると小型であったが、ハリサウルス赤としては、標準的な体格だった。2009年に、北海道向川町で発見され2015年に、記載された、P ポンポテリゴンスの標本、HMG-1528 は、頭骨の約8割が変形せずに残っており、後頭部が広く分部が細くなっているという特徴が、見られる。これは、 左右それぞれの眼球の視野が重なる範囲が約35度と大きくなり、より広範囲で立体視が可能であることを意味する。また、他の大半のモササウルス類では、ホスフォロサウルスほど急激に噴部が細くなっているわけではないため噴部で視野が阻害されてしまうが、ホスフォロサウルスにおいては噴部が細いため視野が塞がれず、立体視を有効に利用できたと考えられている。 ホスフォロサウルスを含むハリサウルス赤は細長い形態をしている上にヒレが発達していないため遊泳能力は高くはなかったと見られている。また小さな歯が大きく間隔を空けて並んでいた。ベルギーの古生物学者ルイドロは1889年にベルギーのチプリーで発見されたピーオートリアビーを模式種としてホスフォロサウルス属を設立した。 完全な状態であれば、約42センチメートルだったと推測される、不完全な頭骨に基づいて記載が行われた。1996年に、ハリサウルス属へ再分類されたが、頭骨の形状の際から、ホスフォロサウルス属へ戻されることとなった。小西拓也らによる2015年の分析による、系統樹を以下に示す。ハリサウルス属のエイチ・アンコグナサズ氏とプルリデンス属は、 分類が曖昧なため除外している。蒸気の形態学的特徴に基づいて、ホスフォロサウルスは立体詩を利用して暗い海中で、イカや裸イワシといった獲物を探していた、夜行性の動物であったと考えられている。この仮説は、現代の蛇において立体詩が発達した種類は、夜行性であるという事実に基づいており、これにより他のモササウルス類との住み分けが成り立っていたと、 説明ができる。2017年4月1日、P ポンポテリゴンスのタイプ標本、HMG-1528 は、ムカワチョウ指定文化財、第4号に登録された。同日に、ムカワチョウ指定文化財に登録された他の、古生物標本には、モサソウルスホベツンシスや M アンジェラタスの、タイプ標本などがある。ありがとうございます。